3月に収益を控えている護衛艦アガノ。引き渡し直前の最新情報が入ってきました。今回は護衛艦アガノの性能について改めて見ていきたいと思います。も、上型6番艦アガノは、一部から悪魔的建造計画と呼ばれ、注目されているようです。30FFM の性能もすごいことになっているとか。2024年1月22日、海上自衛隊は、現在、偽装工事中で、3月に、収益予定の、目下、身型護衛艦6番艦、アガノのロゴマークが決定したと発表しました。2022年6月1日から30日に一般公募されたアガノのロゴマーク。候補の中から、アガノ偽装員による選考をもとに、偽装委員長が最終決定したものです。全体がブルー系統でまとめられていて、アガノ艦名の由来である福島県から発し、新潟県で日本海に捧ぐ王侯アガノ川の流れと、流れ込む日本海の白波を表現したものと考えられているようです。考案者は、ロゴマークのデザインについて考えたコンセプトは、体が小さいにもかかわらず、果敢に獲物に立ち向かう習性を持つ超弦棒を織り込んだということで、アガノが勇猛果敢な護衛艦であるよう願いを込めたと説明したそうです。超弦棒は、長本棒とも表されるハヤブサ科の鳥類です。ネズミや小型の鳥類、昆虫、ミミズ、カエルなどを捕食する動物です。空中でヘリコプターのようにホバリングしながら獲物を探し、発見すると、体を斜めにしながら急降下し、地上で獲物を捕らえることから、コンパクトな艦隊でありながら、マルチな活躍が期待されているアガノにイメージが重なると言われています。アガノを含むもが、身型護衛艦は、新しいタイプの護衛艦として、従来にない様々な先進的新機軸が盛り込まれました。そして、コンパクトかつ多機能な次世代護衛艦として、新しい艦種記号 FFM を付与されたのです。この FFM という記号は、諸外国海軍でもが、身型護衛艦と同サイズ艦種のフリゲート艦を表す FF に、多目的、マルチパーパス、および嫌い、マインの頭文字である M を組み合わせたもので、世界を見ても、他に類のない、全く新しい艦種なのです。この FFM は、2013年、平成25年、12月に公表された2014年年度から2018年度までの自衛隊の国防計画、中期防衛力整備計画、26中期防に基づいて、建造計画の構想が進められていました。そして、1番艦の建造が、平成30年度予算で承認されたため、30FFM とも呼ばれているそうです。この FFM が誕生した理由を説明します。これまでは、中国海軍の活動は中国沿岸のみでしたが、近年は、東シナ海や南シナ海だけでなく、太平洋方面にまで海洋進出を図っていることが挙げられています。外事の護衛艦隊による警戒監視活動や、情報収集活動任務が増大していることに加えて、耐用年数切れで退役となった護衛艦を補う必要があるのです。このような理由があり、多様な任務への対応能力が向上し、艦隊のコンパクト化と省人化を両立させた新型艦艇が必要となったというわけです。今のところ、30FFM の建造計画は12隻ということです。3月にアガノが就役すれば6隻目になり、現在7番艦に、ヨド、8番艦優別の建造が進められています。実はもが、身型護衛艦は、当初22隻の建造計画でしたが、もが身型の建造が12隻になったため、その代わりとして、新型 FFM を12隻建造することになったそうです。もが、身型と新型 FFM の違いについて説明します。マーク41垂直発射システム、VLS がもが、身型では16セルとされるのに対して、新型 FFM では、艦隊が一回り大きくなったため、VLS 発射装置は、倍の32機が搭載される予定となり、フリゲートの範疇を大きく超えているようです。目下、身型のスペックは、基準排水量3900トン、
満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルで、機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式です。最大スピードは30ノットが可能とされます。一方、新型 FFM は、基準排水量4880トン前後、満載排水量6200トン、全長約142メートル、最大幅約17メートルとされ、機関方式ハモが、身型と同じくコダグ方式で、重機に、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大スピードも30ノット以上発揮するものとみられています。並走は、対空砲として、共用可能な62口径5インチ砲1機、VLS-32 セル1機、シーラム1機のほか、324mm 3連装単魚雷発射管2機、1ナシ機関対艦誘導弾4連装発射塔2機を搭載し、SH-60 キロヘリコプター1機も艦載されるので、VLS の数が2倍となっている以外ハモが身型と同じ兵装ということになります。陸、海、空の3自衛隊における部隊や護衛艦のロゴマークは、様々なグッズ、ワッペン、ステッカー、マグカップ、T シャツ、キーホルダー、タオルなどにプリントされ一般販売もされています。ネット通販では人気ランキングなども発表されているとか。その中で人気が高いのは空母化改装が進められ、話題にされることが多い出雲、片護衛艦出雲、夜加賀がダントツだそうです。次が、8隻のイージス艦や双竜型、および大ゲイ型通常動力潜水艦、そして、最新鋭フリゲート艦もが、身型の各艦と言われています。伊豆、モノロゴマークは、出雲の神話で、日本武隆が8機大蛇を退治した時に、大蛇の体内から発見したと伝えられている飴の村雲の剣別名草薙の剣と8機大蛇がデザインされているそうです。名前にちなんでいるわけですね。これは圧倒的な力を抑え込む、さらに強力な存在というイメージを表現したとみられ、隠し要素として円形に描かれている赤い8機大蛇は日の丸のイメージも盛り込んでいるということです。護衛艦加賀、破艦名の由来となった加賀藩、石川県の名産品である、金箔、加賀友禅の文様をイメージして、日本的な華やかなデザインになっています。黒字背景に、四季の花々と海鳥を飛び立つヘリコプターのイメージで描き、四季花々の花言葉、忠実、優れた教育、思いやり、誠実、調和が、自衛官の心構えとして表現されているそうです。海上自衛隊では、護衛艦や潜水艦のロゴマークを公募することが通例です。護衛艦の偽装工事中に、ロゴマークの公募が発表され、応募作品を、収益後に乗組員となる偽装員が選考、艦長になる偽装委員長が決定するというパターンが多いようです。ロゴマークは円形が多いのですが、四角形や輪郭のないものなど多種多様で、もが、身型護衛艦3番艦の死、のは、乗組員にクルー制が導入される予定となっているので、能代のロゴマークは、チームの意味が込められたエンブレム型になっているそうです。ちなみに、このクルー制とは、平成31年度、2019年度の30大綱に基づいて、目下、身型護衛艦に導入が予定されている制度です。防衛省によると、3隻の藻が身型護衛艦に対し、4組の乗組クルーを配備、3組が常時乗艦し、その間残り、1組を、休養や地上訓練に充てることで、艦船の検査、修理期間以外に、港に停泊している期間を短縮して、全艦艇の運用効率を向上させることが目的の新制度です。乗組員の統率が困難になる可能性があること、3艦各艦の偽装上の細かい差異などがある場合、艦艇の全力を発揮できる状態を維持できるか否かについても疑問視されているそうです。一方、常に艦艇を稼働状態におけるので、稼働隻数を確保するという観点からは有効と評価されているのです。このやり方は、同じクラスの今までの護衛艦と比べて、もっか身型護衛艦の乗員数が消費化されている事実から発案されたものですが、アメリカ海軍も長期勤務となる戦略ミサイル原子力潜水艦などに、このクルー制が採用されているそうです。